MC が定着しつつありますが、最初はなんで MC になったんだっけ。なんで、うん、うーん、なんでだろう。そうそう、もともとライブやってもすごいこうお客さんとコミュニケーションを取らないライブとかこうやったりしたんでしてたから、さすがにコミュニケーションを取るっていうことが大事だなっていう話に持ち出した人が誰かいて、それでなんだろう、性格的なものだと思うんですけど、僕になった、僕がライブで MC をした方がいいんじゃないかっていうことになって、何も分かんないまま、うん、この携帯でずっとやることになったじゃないですかね。真面目に答えてね。うん、真面目にね。うん、今のこうドラマーとしてのこう考え方とかっていうのは変わってきましたか、最初の頃。まあ一番最初バケツでやってたから、確かにそれと比べると生ドラムの考え方みたいなのは叩き方も全然違うし、そういう部分では変わってきてるのかもしれないけど、曲の中でどういうドラム叩くとかっていう部分での考え方はそんな変わってないと思います。好きなドラマーとかいるの？いる。でもバンドとして好きなドラマーみたいな感じだから、その人のドラムだけが好きなっていうわけじゃなくて、だからペーブメントのドラムとかも全然好きなんだけど、その人がソロでドラムだけだったら多分つまんないんだろうな。3人がどういうふうに見えますか？ライブとかですか？いや、かっこいいなかっこいいなと思います。調子がいい悪いってわかる？後ろから見て。俺がそういう時も、自分がそういう時もあるし、あると思います。なんか今日いまいちだなみたいなのもわかる？でもいまいちだなとまではいかないんだけど、それよりも自分がどうかっていうのが一番強いから、自分がどうか、一回後ろ向いて MC やってて失敗してましたよねあれ失敗ですか？わかんないけど今は曲は作ってますか、高台？作ろうと努力はしてますけども、まだデモとしてちゃんとしてないっていうか、ちゃんと聴かせるくらいまで作ってからみんなに聴かせようかなと思ってます。次のアルバムには、どうなんですかね、あんまりまだ分かんないですけど、多分そういうのじゃないと思う。そうなんだ。他の楽器に興味ないですか？他の楽器、一応あるにはあるけど、やっぱ何が一番かなと思うとドラムです。ドラム、こんばんは、スーパーカーです。本当に3日間
楽しいイベントがね盛りだくさんでございました。本当に、それでなんかね今日はね4バンド出たんですけど、なんか小中学生かお前らはみたいなバンドばっかりでしたよね。なんかいやいやこれはね決して悪い意味じゃなくて、なんかね楽屋とかで話しててもねやたらこうそうなんか中学生に戻ったみたいな感じだったんですよ。だからなんかステージの上をこうちょっと袖の方からいろいろ見させてもらいましたけどね、最初から最後まで、ね、中学生バンドがずっとやってまして、なんかいい感じですね。最終日って感じですよね。よくわかんないけど、そうさ、みんなさ、うちのギターの順次が、昨日誕生日でした。ね、まあ過ぎちゃったけども誕生日は本当は昨日だったんだけどもね、いい記念になったね順次。だからみんな徐々に年を取っていくもので、僕らもまだ未成年の頃にデビューしたんだっけ、誰も知らない。確か未成年の頃にデビューしてもう成人ですよ、二十歳過ぎて。あ、すいません。僕はまだ21なんですけども、ま、ね、若いと思うでしょ。でもね、ルックスは若くないんですよ。いや、痩せろって。痩せるのはちょっと関係あるけども、ひげをこうね、じゃあやめるわ。まあそんな感じなんで、最後まで楽しんでってくれれば、シルバースクーターも喜ぶんじゃないかな。